はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。高橋みともでございます。はい、ちょっとですね、動画の説明が間違ってたので動画撮り直してます。仮面ライダーとスーパー戦隊のお話、感想が上げたと思うんですが、感想動画で、ゼロワンの話をしたんですが、34話と記載しましたが、順当的に33話でした。すいません。一人さん疲れしてました。34話という先の話をしました。泣きの回を思い出せば32話です。ごめんなさい。33話の修正版のお話です。そしてザイアの社長の名前出てきたら誰だったんだけど、思い出したのでね。天地ガイでしたね。あいつがダンスに似てるじゃないのって、キャラクター性に似てるっていう話になってますね。正直かなり似てると思います。キャラクター出す気ないのに、似すぎるのなぜかわかるような気がする。多分多分応じてきて、一回倒されるんだけど、神として戻ってきたりして、甘酢がいたのっていうパターンだったらびっくりするけどな。なりそうなパターンをね、考えてみました。まあ、いろいろと思ってること言うと、神として書いていたりしたらびっくりする。まあ、それはないでしょう。エグゼルみたいなことだね。真面目な修正動画です。リアルの音にしたら仕事と病院以外はマジでできないので、アマゾンとかヤフーとかそれの頻度が高くなりました。あと、ここで鉄拳の話ですけど、動物の森のサイトを公開するぞって言ったので、金曜日に公開するぞって言ったので、ここでおっしゃってたけど、すっかり忘れてたので、どっちかということに変更させてくださいね。まだ整備が終わってないので。というのと、あと一応サブ島じゃなくてメイン島の話ですが、メイン島はこの話、サブ島はなんか目標立てずにやってるんですが、メイン島だけは目標立てます。ロボットとか作れるんで、今作サス系の島にしようかなと思っております。その公開できたら、一応ゼロワンのあれが入ってます。使えないと思いますけど、使ってください。あまり見てないけど、もともと言えばね、他の人が作ったやつを送ってもらうので、ゼロワンっていうからお願いして撮ってもらおうと思ったので、自作しました。似てないと思うけど、使ってください。サブ島とかメイン島の好きな話しておきますが、自分が作ったのではなく、大好きな作ったやつだと思
ってください。さすがに、受ける人はそこまで来てるっよ。技量がねえよ。それ作る、まあ作ってる人うまいからすごいんですけど。自分が絵の手すぎて、モジュールじゃない何かが完成してたんですからね。ということで、近くに発表を見せた。ですね、パワーアップしてるかなしで開きたいと思います。動物の森に関するお話でした。ということで、ご視聴ありがとうございました。